FC、バルセロナ C は、スペイン・バルセロナに、本拠地を置いていた、サッカークラブで、FC ・バルセロナのリザーブチーム。1967年に創設され、2007年7月2日に、解散した。15,276人収容のミニエスタディを、ホームスタジアムとしていた。1967年に、バルセロナアマテウルとして創設され、 1977から78シーズンから1983から84シーズンまではテルセラディビシオンに所属していたが、1984年にセグンダディビシオン B に初昇格し、1980年代には K4 シーズンをセグンダディビシオン B で過ごした。1993年には FC、バルセロナ C に名称変更され、 1995から96シーズンは再びセ軍グンダディビシオン B で過ごしたが、これ以後はずっとテルセーラディビシオンでプレーし続けた。リーガエスパニョーラはリザーブチームも参加できるが、トップチームと同一カテゴリーに所属することはできない。2006から07シーズン終了後には上位チームの FC バルセロナ B がテルセーラディビシオンに降格したため、バルセロナ C は プリメーラ・カタラーナに強制降格することが決定していたが、ジョアン・ラポルタ会長はプリメーラ・カタラーナへの登録を行わず、バルセロナシーは解散となった。ありがとうございます。